コロナ危機求められる経済対策は。マイビズ吉松キャスターです。金曜日のマイビズは経済展望です。今朝はコロナ危機と経済対策というテーマで、慶応義塾大学名誉教授で東洋大学教授の竹中平蔵さんにお話を伺います。竹中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの感染拡大によって、今週初めに発表された GDP なども2期連続してマイナスとなりました。今後さらに厳しい見通しとなりそうですが、竹中さんはどのようにご覧になっていらっしゃいますか？はい、残念ですけど短期的にはやはり大変厳しいというふうに見ておく必要があると思うんですね。大変厳しい、はい。まあ、先般発表されたのは1、3月期の GDP だったんですけれども、1、3月期はマイナス 3.4%、 その結果3月に割る2019年度の GDP の伸び率も実質でマイナス 0.1% と、年度でもマイナスになりました。はい。そして上場企業もですね、1、3月期の決算4社に1社が赤字になったということで、これもまあめったにないことで相当厳しさが出てきているんだけれども、この4、6月期がさらに厳しくなるだろうということなんです。実はですね、はい、アメリカの議会予算局が今年前半1月から6月までの成長見込みを出してるんですが、当初マイナス 28% と出しまして大変驚いたんですが、最近の数字でなんとマイナス 40% という数字が出てきたんですね。で、失業率も、まあ、実質的に 15%。いや、これは推計の仕方がちょっと間違ってるんで、本当はもう 20% ぐらいの失業率だという声も上がっています。大恐慌の時の失業率が 25% でしたから、本当にこう、短期的には大変深刻な状況、相当注意しなければいけないということだと思います。日本だけでなく、もう世界も厳しい状況に置かれてますけども、はい、日本の中のその経済に話を移しますと、その経済回復のために先月初旬に緊急経済対策、それから先月末に補正予算が組まれましたが、これについては竹中さん、どんな印象でしょう？これ、まあ、短期でこういうことになってますので、どうしても短期的に2つのことをどうしてもやらなきゃいけないわけですね。一つは、やっぱり人々の生活支援をやらなきゃいけないということです。もう急に仕事がなくなって、お客さんが来なくなって、その日の生活費に困る人がたくさん出てきているわけですので、生活支援のために政府が国民に直接キャッシュを配ると。実はこういうのは非常に異例の政策なんですが、かなり多くの国ですでに取られていて、日本もちょっと遅れましたけれども、まあ、10万円支給というのが決まりました。はい。まあ、このプロセスで当初非常に困った人に30万円ということだったんですが、いろんな経緯で全員に10万円ということになったと、それはそれでいいんですけども、でもこの先これで本当に終わるのかっていうと、多分そうじゃなくて、さらなる政策が必要になってくると思います。はい。まあ、いずれにしても第一の政策は人々の生活支援のためのまあキャッシュを配るということ。そしてもう一つ重要な仕事があって、政府には、それはですね、企業の資金繰りが急速に悪化しているので、その資金繰りを支援するための貸し付け貸し出しをしっかり行わなければいけないということですよね。はい。企業というのはいわゆる資金が回らなくなると、本当に利益を上げられる企業でも突然死することがあります。これは絶対に避けなければいけないわけで、まあ、だから結果的に政策投資銀行、商工中金などを使って今政府がお金を出しているんですが、まあ、これもですね、どちらかというと今まで不況の時にやってきた政策をちょっと枠を広げてやっているという状況なので、アメリカなどでは非常に異例の措置として、連邦準備局、つまり中央銀行が直接250兆ぐらいの多額のお金を用意して、そして配るということを今検討しています。はい。日本もですね、関東大震災の後はそういうことをやったことがあるんですが、そういうことを多分やらなければいけないプレーズに入ってくるのだろうというふうに思います。はい。自粛が延長されて中小企業などへのさらなる支援が求められていますよね。はい。追加の経済対策が今論議されていますが、現在出ている、雇用調整助成金の上限の引き上げなど、これについてはいかがでしょうか？はい。まあ、雇用調整助成金というのは、もう仕事がないから本来だったら辞めていただかなければいけないと企業が考える場合でも、
政府がその分を補填するから雇用をつなぎ止めてくださいという、そういうまあ補助金で今までこうずっと減らしてきたんですが、こういう状況ではやはりある程度増やさざるを得ないと思います、はい、でさらに言えば例えば農業はどうするんだと、そして困っている学生さんはどうするんだということで、今与党でですねいろんな要求が出始めているんですが、これらはある程度やっぱりやらざるを得ないんですが、やっぱ一つ困るのはですね、そもそも一体どのぐらいの経済の落ち込みがあるんだということを政府が明確にして、だからこういう対策をするというやっぱり手順が十分踏まれていないことが大変心配なんですね、先ほど申し上げましたようにアメリカでは議会の予算局がそういうことを成長見込みを出してそれで予算をつけるということをやってますので、今のままでいくとこの人が困ってる、家賃が足りないと、この人が困ってるということで継ぎはぎでどん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 予算がこう膨らんでいって、それが有効に使われない、ないしはどれだけ予算をつけてもこの先どうなるんだということで国民の不安が解消されない、まあ、そういうことが続くと思うんですね、で結局このままでいくと、まあ、少し規制を緩めましょうと、外出自粛を緩めましょうと、これは経済にとっては必要なんですが、そうするとまたやはりコロナの第2波が来るかもしれないと、そうするとまたちょっと規制を厳しくしてスイッチを入れたり切ったりオン&オフを続けてですね、非常にだらだらとした状況が続いていくということが懸念されるわけです、はい、で最近のハーバード大学のレポートによると、まあ、そうこうしているうちにいわゆる集団抗体、国民全体の間に一種の抵抗力ができてくるということはこれまでのパンデミックから考えられるんですが、実はそれにはやっぱり2年はかかるということですので、まあ、相当やっぱり長期にわたって、こういう状況が続くと、したがってはっきりと経済の見通しを立てて本当に必要なところにしっかりとお金をつけて、それで国民の将来に対する予見性も高めていく、そういうことをやる必要が今あると思います、うん、となると竹中さんが考える必要な経済対策、これ具体的にどんなことになりますか。まあ、まずはやっぱり1年の真ん中にですね、経済見通しの改定をやるという制度、年王改定、年の中央に見通しを改定するという制度を小泉内閣の時に作りました、はい、それを前倒しをしてやってですね、それに基づいて予算をつけてほしいというのがまず第一点なんですが、もう一つ今の議論に決定的に抜けているのが実はグローバルな視点なんですね。これはグローバルな危機です、このままで経済が悪くなると今度は金融機関の方が悪くなって世界的な金融危機に広がってさらに経済が悪くなるという、こう2段階の危機に広がる可能性があるわけですね、はい、でそういう観点からグローバルな視点でぜひ私は日本政府に求めたいの、実はアジアの地域というのはアメリカヨーロッパに比べて死亡率が圧倒的に低いんですね、はい、でこの地域の域内協力として検査の基準、そして隔離の基準、そして追跡の基準を決めて、それでこの基準を満たしたところについてはオープンにしていくと、例えば、とにかく世界に先駆けて日本と台北の航路は開きましょう、日本とソウルの航路は開いて、そしての経済全体がまず解放された地域になっていって、それでグローバルな世界危機を救うと、そんな構造をぜひ描いていただきたいものだと思います。まだまだ先が長そうですね。残念ながらやっぱり長期戦を覚悟して、だからこそきちっとですね、付け焼き刃的ではない政策をやっていくことが必要だと思います。竹中さん、ありがとうございました。はい、今朝はコロナ危機と経済対策というテーマで慶応義塾大学名誉教授で東洋大学教授の竹中平蔵さんに伺いました。